はい、どうも、キョペイちゃんです。さあ、小屋コーナーやっていきましょうということで、今回ですけども、新しくね、レジャーに追加されたメインストリートなんですけど、一応これ制限時間10分あるんだけど、だいたい1戦さ、5分くらいあれば終わるじゃん。どっちかが50ポイント取って。これ、仮にね、両チーム一切打たずに、両方とも0ダメージで、そのまま10分経過したら、どうなるのかなって、思っちゃって。疑問に思っちゃってね。まあ、荒野行動のことだから、特に引き分けとかなんかそういうのも用意せず、なんかどういう結末を迎えるのかなって気になったんで、まあ、今回はね、ちょっとそれを検証していこうかなと思います。と言ってもね、普通にやっても絶対無理だと思うんで、まあ、フレンドね、9人と協力して、合計10名で、チームがね、マッチングするまでやっていきたいなと思います。それではやっていきましょう。やっと来たー、マジで。すげー嬉しいわ。やっと来た。ついにね、フレンドチームとマッチングすることができました。今ね、俺4つの端末を使ってるから。3つね、初期赤を作って、初期赤同士でリーダーにさせて、俺がね、その同時にマッチングボタンを押して、ついにね、マッチングすることができた。いやー、長かった、ここまで。あとは、一切ね、こう、打つことも殴ることもせず、このままね、お互いに0ダメージで0キルのまま終了を迎えるのみ。なんでね、ちょっと間違っても殴らないようにちょっと気をつけて、ちょっと時間が経過するの。あと、絶対これね、運営想定してないと思うんだよな。めちゃくちゃ暇だな。そういえば結構グリッチが修正されたっぽいね。なんか建物の中に入れるやつとかさ。あれは良かったわ、修正されて。早かったね、修正が。あとはこの箱の上のやつもさ、早めにこう修正してくれたらありがたいけど。あとこの屋根上にこう伏せてると下からこう撃たれるってやつもね、それもちょっとどうかなっても思うしね、その辺も早めに修正してくれたら嬉しいな。あとリーンもね、リーンズームもね、これどういう集まりこれ。あ、でも伏せてればね、間違ってこう殴るってこともないから、これはいい作戦かもしれない。間違ってね、5タップして殴っちゃったらね、ワンチャンそれで勝敗が分かっちゃったりするかもしんないからね。一応ダメージでのあれは表記されないけどさ、これは確かにいい作戦だわ。これ今一応ね、10人いるけど、実際5人でやってるんで。すごいよね、本当に。みんなに感謝だ、これ。意外とこう、くるくる回ってると時間が過ぎるのが早い。さあ、残り約1分。どうなるんだろうね。なんかアンチとかあんのかな？アンチがこう縮小してきたりとかさ。お！数字が赤くなった。ここまで、ね、長引くって、まあないよね、だってね。だいたい、さ、早ければ3分台ぐらいで終わるしさ。まあ、だいたい遅くても5分とか6分とか、そんぐらいで決着がつくから。これ絶対運営想定してないでしょ。こんなに長引くこと。しかも、0-0っていうね。やばい。どうなんだろう。すごいドキドキしてきた。さあ、終わるぞ。結果どうなんだろうね。絶対さ、引き分けとか用意してないでしょ。だって男と女同時に死んだら女が勝つっていう謎のシステムある荒野行動だかんね。さあ、終わる。うわぁ、ドキドキすんな。どうなる？お、終わったぞ。暗示縮小とかもなし。さあ、どうなんの？結果は？おお、引き分けがある。まさかの引き分け。まあ、当然ちゃ当然なんだけど、でも、まさかだよね。この荒野行動においてはまさかの、ちゃんと引き分けが用意されているっていうね。MVP が2人いるね、でも。なんでだろう。しかも多分、下の人固定なのかな、これは。わかんないけど。いや、でもまさかのね、逆に、普通なら当然の結果なんだけど、荒野行動だから、まさかのね、展開だった、これは。はい、ということで、検証結果、ちゃんと引き分けが用意されていたでした。いや、意外だったわ。さあ、ということで、やっていきましょう。久しぶりの新宿スタート。最近ね、銀座が多かったんですけど、またね、新宿に俺が舞い戻ってきたぜ。いない敵が。これはラッキー。めっちゃゆっくり遊べるじゃん。
まあ、しっかり漁ってね、ちょっと今回もグレナをしっかり使っていきたいなと思います。いたね、向こう。いないね。あれは死体箱か。あ、死体箱だな。あ、いた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 。ストップ。あおう、ミスったぜ。いなくなった。出てくるかな。いた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 。やおう、クソ、失敗した。痛い。やるじゃねえか。いいよ、勝負しよう俺と。この距離だかんな。うぃ、怖い。やったー、よっしゃ、勝った。いやー、怖かった、マジで。オッケー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 。そろそろ降りてくると思うんだけど、あ、来た来た。お、飛び降りた。着地狩りをしたいところ。失敗許されない。オッケーバッチリ。あの、一瞬ね、一瞬こう、クシュッとこう、かがんで立ち上がったところをバチコリ抜いていくっていうね。完璧だったわ。さあ、残りが5人。あるよ、これ。勝てる、勝てる。さあ、どうしよっかな。敵、どこにいんだろう。でもこれ、迎えの家とかさ、敵入ってきそうじゃない？そいつをグレランで借りたいな。でも3階建てて人気だからめっちゃ集まってきそうだ。あ、いた！いるじゃん、そこ。いたいたいた。予測グレランを撃ちたい。この辺かな。あー、惜しい！惜しい！めっちゃ惜しかった、今。いけたと思ったんだけどね。ちょっとずれたか。でも多分8割ぐらいはダメージ入ったと思うんだけどな。くそー、悔しい！今惜しかったね。これアンチ的にさ、目の前の家とかさ、来そうじゃない？ C4 持ってるか、C4 仕掛けとくか。お、どの辺がいいかな。この辺、この辺来そうじゃない。待って、出てきたところをば、お、待って、車来た。これ絶対3階建て来るでしょ。来た来た来た。はい、 OK。 やった、ウェルカムグレラン決まったわ。これ絶対びっくりしただろうな。絶対びっくりするよね。入った瞬間にいきなりグレランが飛んでくるって、そんな家やだわ。オッケーオッケー、残り2人。あるぞ、あるあるある。あとは目の前の家に、目の前の家のさ、ベランダに出てきてくれたら、もうパーフェクト。それで C4 でバンってやったらマジで、マジで楽しい試合になるぞ、これは。あの辺いないかな？ああ、いないか。ん？ああ、今来た！ちょっと早かった。あ、オッケー、そこね。こんなもん。当たった。うわ、でも、うわ、もうねえじゃん、弾。うわ、一球無駄した。あ、でも目の前の家に来てくんないかな。ベランダに。出てきてくれたら神。来ないか？足音はすんだよな。来た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 。隣に来い。隣まで来てくれ。来ないか。あ、撃ってる撃ってる撃ってる。やり合ってる。おー、一人死んだね。残り、一人。来い！ベランダに来い！頼む！ベランダに来てくれ！いやー、来ないか。怖えなー。どこにいんだろう。あの辺で待ってそうじゃない？どうだろう。怖っ！いや、でもアンチ来てるしな。行くしかないんだよな。絶対目の前の家だよね。怖い怖い怖い。まあでも行くしかないか。ドリンク飲んで。行くか。怖えな。出た瞬間、ババババババってやられるパターンじゃないの。行くぞ。怖い。どこだ。どこだ。どこにいる。間違った間違った間違った。あ、いた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 。あそこにいるんじゃん。あ、でもこれ不利じゃん。絶対俺。左
左側、ほら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 、向こう、コーチ体出さなきゃいけないから。あー、くそー、何が物資がありますね。